パチパチ。超久しぶり。今日はイベントからの公演でした。お疲れー。みんなもお疲れ様でございます。もう一日が終わる頃に配信しています。もう終わりますから。ね。ねえ。お疲れ様です。1ヶ月ぶりぐらいなの配信。キャー。そりゃそうだよね。あのね、ショールームしようと思ったら、何？あのパスワードが何また入れないといけない、ログアウトされちゃっててログアウトしてたよ、まさかの。そっか、そんなにやってなかったかと思って。七夕ぶりっていうと、そっか、そうですね、あのあれですね、リミスタかな、リミスタの時かな、リミスタですね。どうもリミスタぶり。そっか、あ、本当に1ヶ月だね、ぴったり、ちょうど1ヶ月ぐらい。うん、そうなの。配信したいなってずっと思ってたんですけど、あの歌唱力があったじゃないですか。で、まあ喉が全然調子良くなくて、結局6月7月ともうね、本当に調子が良くなかったので、あの配信してね、もうもし壊してしまったら、お、配信してたからじゃねえかってなるのも嫌ですしね、そんな気持ちよく配信できないから、やっぱ気を使いながらね、そうなんですよ、やんないといけなくなっちゃってたので、なるだけ使わないようにして。うん、でもなんかやっぱりちょっと壊しやすくなっていましてですね、今大変っていうか、すごくどうにかしたいなって思ってますどうにかしたいですね。そうなの、ちょっとやっぱりそうなの、 5月が一番ちょうどよかったよね。6、7、うん、今もだからだいぶ治ってると思うんですけど、本調子じゃない感がずっと続いてるので、私しか分かんないやつだと思うんですけど、まあ別にね、全く声が出ないわけではないんですけど、出るんで全然いいんですけど、そう、壊して癖になりやすいし、なんかで、ね、全部喉に来ちゃうんですよね。ほんとそれ、喉じゃないんですよ、声帯に来ちゃうんですよ。それも良くないので、ちょっとどうにかしたいなって思いながらも、まあでもだいぶ安定してきたので、ここに来てやっと、はい、そうだよ、だから喋ってます。どうもこんばんは。すごい今カラコンつけてるからね、すごい、おお、なんか今日のこのちょっと明かりとの挑戦でね、このなんか光量のあれでなんかすごいグレー感強い。撮ってみる？撮ってみる？だって撮っちゃう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 。いやもうね、カラコン、今撮るのって、うん撮っていい、撮ってるとこ見られたくないんだけど、すっごい顔するから、私ちょっと待って、撮るんだったらちょっと一回はけさせてもらうんですけど今日はグレーをつけてました。このカラコンお気に入りですね。ちょっと撮ってきます。こっち撮りました。え、見て、私もう秒で撮れるようになったの。みんなすごくない？私カラコンインクの頃まだ全然撮るのも大変だったのに、もう最近撮るのはめっちゃ早いんですよ。つけるのはやっぱね、もうちょっと時間かかるんですけれども、撮るのはもう秒で撮れますからね。もうはい、秒です。ほっほって。でも鏡がないとまだ撮れないので、全然プロではないです。もう上には上がいますから、もうこうやってね、こうやって撮れる人いるんですよ。もうそこに到達したいんですけど、なかなかですね。はい、まっちみちにですね、やっていきましょう。はい、ってことで、まずね、確かにカラコンね、そうなのよ、カラコンつけられるようになったこと自体がね、そう、私にとってはね、そうだよ。
つけない、なんかつけない日も全然ありますよ。ティフとかつけませんでしたね。ティフでつけたら多分大変なことになるかもと思って汗だくですからね。いや結構ね、あの毎週毎週ね、夏イベントさせてもらって、ありがたいことに、はい、何ですか、錦糸町からか、そう錦糸町からだと思う、外のイベントだと。でまあティフまでね会って、うん、やっと落ち着いたのかな、落ち着いたって聞かれてもね、多分これで落ち着いたと思ってるんですけれども、そう私なんか日曜日フェス人間みたいになっちゃってるんですけど、今週末は確かお話し会なのでフェスお休みですねその次の週もあれですね、マレーシアにいるはずなんですよ、確か、はい、いますかね、はい、ってな感じで、そうです。だからいろいろね、うん、全然マレーシアの情報知らないんですけど確かマレーシアの情報何も流れてないんですけど、私は行くんですよね、行きます、行きます、行きます。ね、聞いて関係ないけどさ、刺されたんだけど虫に、ここを、え、やばくない、こんなとこさ刺すか普通こんだけまあ腕がありますと、腕が、まあ、昨日ね、ちょっとノースリだったんですよ、衣装が、まあこういう状況よ、こういう状況だったんですけど、まあこんだけ刺すところがある中で、なぜかこのワンポイントの肘に刺されたんです。すっごい痒いんだけど、なんでそこにしたん、こんなに腕があるのにもうちょっとなんかさ、肘ってすごいさ、え、なんでそこ美味しいんか、え、こっちとかの方が良くないっていう、一番硬いとこ行ったよねっていう、なんで肘狙っちゃったんでしょうね、めっちゃ痒いです。ちょうど今踊った後だからかも、うん、すっごい暑い、今暑いからほてってるから、体がだからすごい、あの痒いですね。蚊に刺されるとちょっとあれ、体温が高い時がすごい痒く感じません？そういうことなのかな、痒いかゆい、もう刺されました。今年は刺されないと思ったけど刺されました。去年の今頃は、あ、そう、チーム4コンだったんだよね、ちょうど1年前が。そうそうそう、それであれ、ガルドラ取り始めるんじゃないかな、そのうちってぐらいの時期だ多分。去年は去年でねー、もうそんなするんだと思って、早いな、早いと思うけど、いや、そう、私にとっては結構もっと前の話に聞こえるというか、え、1年前まだチーム4ってやってたんだってぐらいの濃度が濃くないかっていう、1年が一回やっぱコロナ禍でね、何もできない時期があったからかもしれないんだけど、最近のこのね、いっぱい時間経ってる感覚があるよね、いろんなことしてると。そう、できなかった期間があるから余計にだと思うんですけど、うん、なんかね感じますよね、全然1年でこうなったのってびっくりするよね、1年でこんなこと、って思いますね。サーリアルでフェスやったね、やったやった、去年は、そう、去年はサーリアルでやったよね、なんかね、すごいです、1年ってすごいね、そう思ったらね、はい、この1ヶ月もなかなかでしたけど、そのリミスターぶりの配信だったら結構なんかありましたよねざっくり、もう日々はい次、はい次って感じで、なんか慌ただしくて
結局ね、そうなんです。でも私的にはすごくなんていうんですかね、まあ、充実してる方がすごい好きなので暇だなって思うより全然とっても幸せでして、でもまあもちろん慌ただしさはもちろんあるんだけど幸せですよ。こんななんか次から次にっていう状況ですけど落ち着かないけど、そうでもそう実家には帰ったのよ。そう帰った帰った。もう佐賀でイベントがありますっていうのがちょっと今回にかけそう皆さんよりもねちょっと前に知ってましたんで、だからそれまで頑張ろうって思いながら7月も乗り切りましたね。久しぶりに実家に帰れたので、うん、そう佐賀のイベントで前もって絶対ちょっとすいませんここだけはすいませんお願いしますすいませんって言いながらちょっと実家に帰らせてくださいって言って、はい、もうだいぶ前から1ヶ月前ぐらいから予約入れてましたはい、実家は良かったですよ。でもあと1日泊まったらもうなんかもう実家から通おうかなってぐらいの居心地の良さになっちゃうのでちょっと危なかったですね。もうちょっと思いました。今回思ったんですよ、久しぶりに帰ったら2泊だなって、もう2泊じゃないと戻れないってぐらい、もう 3泊した時にはもう住んじゃいそうだよってぐらいの、そうなんですよ、もう通っちゃおうかなって思うぐらいの、危ないです、実家って危ないです。はい、もうなんかそうです、もうそうなんです、社会にそう社会復帰できなくなっちゃうぐらいのその居心地の良さに甘えてしまいそうで、そう甘えてしまいそうなの、それがちょっとダメだと思って、もう3泊するしないかも、とりあえずうん、実家っていうか実家もすごい好きなんですけどね、その九州にいることはね、入れる時間はやっぱすごく好きで、はい、だからその佐賀含めてね、その次の日福岡にいたんですけど、がっつりなんか九州って感じだったので、うん、私的にはもう夏休みできたなって思ってます。いやもうあれが夏休みでした多分佐賀ね、佐賀も楽しかったですね、うん、よかったね。ね、なんか毎年夏らしいことしない感があったけど、今年もう夏らしいことできたなできたなって、うん、思ってます。もうできたできた、夏 OK ですって感じですやっぱり暑いのは苦手なんでね溶けちゃいそうです、はい、ね、まあでもそっか、そうだファンミもあるね、最短だと。そうなの、お話ファンミですねお話いっぱいするね、お話ファンミ全部お話なんだけどね楽しみにしてます。大阪行って食べれるものがないんだよな、その小麦粉でしかないんですよ大阪って。大阪の食べ物ってほぼ小麦なんじゃないかってぐらいの小麦粉三昧なのでね、どうしようかなって今考えてますね、どうやって大阪を楽しもうかっていう、はい、考えていますねえ、解禁いつにしようかなっていうのももちろんそうなんですけど、私それ小麦なんかよりもかき氷週3の方が結構本当にちょっと結構辛かったりしてて、そう全然ね、
小麦とかもいい、別にもういいよ、とりあえず全然正直ね。週3のかき氷だけは本当にやっちまってる。もうやっちまった、言ったの、やっちまってる、本当にやっちまっちゃったと思ってて、やっちまっちゃった、うん結構ちょっとつらい。2日連続はいけないんですよ、まあ、基本その週3なんで2日連続、まあ2日行かないで2日行くとかじゃないとできないか、3日行って2日、うん、そのね、これが結構困ってて、まあ、頭考えないといけないんでね、うん、まあ大変なんですけどもこれはいつまで続けようかな、こっちの方が正直溶かしてほしい早く解禁させてほしいです。もうしかもなんでこの一番美味しい時期にこんなこと言ってしまったんだろうっていう、なんかすごいもう、うん、まあそれがね、そうなんだよ、縛りってもんですけど縛り感強い。そう、なんでこんな時期に、この時期こそじゃん、この時期こそみんな何も言わないでしょ、私がそんなに食べててもっていうねそう、冬の方が心配されてたんだけど、なんかそんな食べちゃうのってなんか心配されるけど、夏ならもうみんな何も言わないじゃんね。えやっちまってます、積んだ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 です。でもそう、エリーが誕生日までに、誕生日までって言ってたんで、私もエリーの誕生日までエリーの誕生日の方がちょっと先なんでね、そうなの、私の誕生日よりも先なんで、なんか10月とかだよね。そうだから10月ぐらいまではまあ、え10月まで結構長いよ、うわーうわー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 、だって秋なんてね、本当に秋のかき氷は本当に最高なんですよ、食材が。苦しい、これは本当に積んでますね、史上最高に積んでます積んでるかもってぐらい積んでる、本当にやばいね。10月までって言ったけど、10月までって結構きついこと言ってますよ。そっか、オッケー、早く11月来てほしいってこんな思ったことないぐらい思っちゃうよね、これはね。わかんない、もしかしたらね、そう、11月までに私に変化が起こる可能性も正直あるんですよ。どんな変化かわかりませんけど、まあこう見ての通りハマるとすごい好きになっちゃうので危ない。食べ物に関しては本当にそう、ブームがすごいんですけど、まあかき氷に関してはなんかブームとかいう問題じゃないぐらい好きなんだろう、食事的なノリの、皆さんで言うもう唐揚げ定食みたいな感覚なぐらい、こうこれ今ハマってんだよねとかいう問題じゃない感はすごい自分の中ではあるんですけど、いやわかんないですよ。そう、この3ヶ月でもしかしたら違うものにはまる可能性もなきにしもあらずない気がしますけど、わかんないですけど、はい、どうでしょうね、まあ気分次第ですけど、どうなっているんでしょうか。私はうん、何にハマるか。でもそう、こんなそう続いてないんだよな、今までもな。うん、じゃあ今何時になりました。もう半ぐらいですか。今日が終わる30分前ぐらいになりましたか。これどうでしょうか。ゆり学校確かに好きだったね。好きだったじゃない、好きだけどもう今はあんまり食べないっていうか、そのうん、そうね、全然だね。好きだったって言ってる意味は違う。そう、え、気づいた、開封してほしい。もう噛まないで。はいね。じゃあいっぱいあるの、どうしよう、あの
こんだけ配信してないとカードもたくさんいただいてるのに、たまってたまってたまってるんですよね。どうしようっていうとこなんですけども、いや、もうちょっと配信したいんですよ。うん、あと本当に声との相談って感じなんですけど、私のもうちょっと配信をしていきたいなって思いますけどね。ねえ、このね、結構なんでしょうか、こういうこまごま系でね、いただいているものを今日はじゃあもう一気に、ちょっと最近のやつなんですよ。 しかも最近のやつとか多分いろいろ、いや本当にね、本当に喉は壊すとダメですね、毎回思ってるんですけどもね、なかなかね、こうね、なかなかなんです。ちょっと一緒にしますね。このこれ結構最新、これ最新だよね多分。でその前がこれかな。ありがとう。ちょっとね、カードだけで、カードっていう感じでねまとめてたんですけど、全然開けてなかったんでね、嬉しい。これもだって多分見てないです、私多分最後の配信の頃でこれはなかったぞ。これはニカのじゃん。これは よく開けてましたね。これもちょっと開けたんじゃなかったかな。これがね多分一番開けた記憶あるから、これこういう順番で開けていきますか。じゃあこれから開けます。いやー、バンピー今熱いんですよ。んしって思ったけど、そのヒロアカがね、ヒロアカがもうラストなって、もうびっくり。ちょっとあれでやってみます、重ねてやってみます。3束一気に、今まで一つずつ開けてたんですけど、ちょっとバッて見てみたいなと思ったので。なんかちょっと懐かしみを感じるよ、この久しぶりすぎて配信が。うーわ、もう最近ね、あのねワンピースも止まっちゃった。またミンゴのとこで止まってんの、ドフラミンゴ。今日検索したらさ、ドフラミンゴがちょうど10年ぐらい前のお話でした。10年前の連載に載ってるのがミンゴらへん。今やっとミンゴらへんアニメね、ミンゴらへんまで来ました。でもそこで今止まってて、韓国ドラマばっか見てて、ちょっとそうなんですよ、全然アニメを見れてない。すごい、稲妻さん、え、何これ、1枚目はエネル的な、え、エネル、え、エネルクロッカスじゃん、もう。え、待って、いやこれね、ありますよ。私もいっぱいカード開けてきて気づきました。3枚ぐらい同じセットの時マジであるんですよ。本当にすごくない？そのね、え、こんなさ、被ることあるってぐらい、はい、これプレゼントしますってぐらい、この半分あげますってぐらいの被り方ね。なんかカードあるあるなんで、3枚目までは結構一緒だったりするんで、ここからね、どういう変化を見せてくれるのか。あー、変わった、よかった。あ、行こう。お、ガンホールじゃねえ、これガンホールだ、ガンホール。はい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 。あ、クリケット、えい、シャンブルス、はあ、好き。あ、ねえ、ルフィの顔で思い出した。今週のジャンプの表紙のルフィがもう可愛すぎるから見てほしい。顔が可愛すぎて。ティーボーンさんでした。はい、っていう感じです。え、本当に見てほしい、今週のジャンプ見てください。今週のジャンプのマジでルフィが可愛いの。
してもらってます。かわいい表紙がなんかかわいいのよ。はい、チョッピーおくまー鳥、うわー好き。海や海賊が相手だ。いい顔してます。素晴らしい。マジでいっぱいカードありますからね。わざわざ開けます。いただきます。扉絵な。扉絵ももちろんそう。イエイエス。もうなんかツイッターでいっぱい、ツイッターじゃない X でいっぱい回ってきて、もうそれでね知りました。そんなと思って、私あのねワンピースをアニメで見始めて、追いついて次に見た作品がヒロアカだったんですね。でヒロアカの作者さんが一番好きなというか尊敬、なんかすごい紹介されてたんですよ、ワンピースを何かで。それを見た時にすごい嬉しくて、え、そうワンピからヒロアカに来た私としてはね、ワンピしか知らないのジャンプの中でっていう状況だったんで、ちょっとそのヒロアカ見始めた時代がだからうわそうなのか嬉しいと思ったら乗ってらっしゃったんですねっていう、あのイラストがね、すごい、もう何これと思って、初めてね、でも初めてそう漫画の最終回を見届けるっていうのを、ね、ワンピースでやるかなと思ってね、私はね本誌に追いつこうってことで追いついたんですけれども、最近ね、そしたらまさかヒロアカを先に最終回ということで、でもなんか最終回は寂しくすぎるんで、できればもうまだ全然ずっと後でいいですって思っています。思っていますって言いながら見ていっています。お、最新刊、ステリーやめて、怖いから。うわ、ミホーク、え、やっぱこのジンベイかわいすぎる。日焼けしてんのそれは何。はい、うおー、ロロノアゾロ感すごい。ロロノアゾロ感、うわ、リリスだ、イエーイ、キラキラですね、リリスさん、どうも、イエイエイ。はい、続きまして2つの伝説でしかないです、ありがとうございます。最近もカード部もね全然やれてないですよ、活動がもう、そう、もうルールやばい、絶対もう覚えてないよ、カードも、カードなんて久しぶりに今触ったもんね。私は本当はワンピースカードで遊びたいんだけどね、ちょっと誰か遊び相手になってください。覚えもられないので教えてください。こんなにカードはあるんです、デッキすら組めません今の状況じゃ、っていうのを一生やってます。はい、見ていきたいと思います。じゃんじゃん、あれ、私これ見たかな、いや見てない気がするな。シャーロット・ポワールね、出た、やばい、いいシーン、これもワンダ、え、いたけど、すごいね、ソロでこうこのデンってなるんだ、うわうわ、猫マムシ、何、待って、ジンベイ、ちょっと待って、かわいい、見て、かわいくない顔。ジンベエの顔可愛くね、え、何、本当にジンベエってぐらい、ちょっと待って、え、これジンベエなの、本当になんか弟ってぐらい顔が可愛らしい。お、何これ、赤い、恐ろしいよこれは、もう
好きこないけどね。マジス。あ、何これは。技の名前か。ペコムス。死ぬほど美味しい。すんごいね。感動的な顔。はい、ワイパー。あ、よいよい。なんとかだよい。よいよい。いきなりキングは取れねえだろうよい。よいよい言ってるからね。ピントが。すごくない？モンブランさん全然違うんだけど。さっきのカードと。全然違うじゃん。あー、ハイキングウェア、ナッツ、あ、リバル。リバル良かったよね、ほんと。なんかね、最終的には。はいはい。え、さっきも会いましたけども、え、まあさっきも会いましたけども、さっきも会いましたけども、おー、会ってないけど、じゃーん。おー、なんか最後すごい伝説級の方がいらっしゃいました。ビッグマムリンリンですね。チャルトリンリンマム中漢字で、これがやばい。これは開けたことないぞ絶対に。これワクワクするぜ。え、ジンベイの顔やっぱそうだよね。ちょっと違う感じして、これさ枚数違う。あ、一パックに10枚入ってる。これ重みが違うもん。プレミアムブースターって書いてある。え、よく分かってないんだけども、これカードの枚数やばそう。ちょっと待って、半分ずっこにしよう。今3個開けたから50枚50枚で見ていきましょう。袋の山ができた。はい。おお、待って、ドンカードだ。来た、やば、ドンカード。うわ、あ、そういうこと、いろんなのが入ってんだ、これまでのが。うわ、ドンキオーテファミリーだ。美しい。ジェルマの、何か、あ、技ですね。はい。伊蔵さん。うおー、やったー。うるさ。え、やったー、しゃー、イエーイ、イエイ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 。これは多分当たりっこです。このカードはもう絶対に当たりですわ。いやー、多分これは当たりです。推しです。ちなみにこちらが私の推し、憧れです。憧れています。やっばー、やっばーい。祭りだぜ。やった、もうオッケーからのバルトロメオだ。見て、バルトロメオ、私2回引いたよ。見て、バルトロメオ、いいでしょ、ほら。カード越しのバルトロメオに自慢。うえい、何このかっこいい覇気が出てる。ドン、イエーイ、ドンドン行こうぜ、ドンドン。おたまちゃん、私もおたまちゃんできる。おたまちゃん、イエーイ、ネックマムシー。はいはいはい、来ぞ。いやー、あっざー、ベビーファイブ。ベビーファイブのなんかいいカードめっちゃ持ってるけど、こういうキラキラ系結構引くね。あ、悟り、悟りの方を、お、ウルティ、あー、ももちゃん、うおー、シャンブルズドンじゃん。めっちゃ良くない、このドン。え、ドンカード楽しすぎてやばい。何これ、めっちゃローじゃん。かっこよ、なんか。ドンカードなのに。いいね。虹。おー、岩ちゃん。暗黒。ワイパー。
ラディカルビームスーパー、おーシンドリーちゃん、なんかエモい。あ、これあれだ、スリラバークのデッキのやつね。スリラバークのデッキがおもろいっていうのは知ってんだよな。来たん、嬉しい、もう一回来ました。めっちゃモンキー・ディ・ルフィー感すごい。モンキー・ディ・ルフィーが来た、嬉しい、ありがとうございます。どうもこんにちは、サテン世界ドン、うおー、ロロノアのゾロじゃないですかこれ、絶対に。ありがとうございます、かっこいいね。はい、ちょっと怖い、カリファ、うわー、ユバール、ベルゴ、ベルゴ、ほっぺたなんかついてないの、これついてないバージョンだ。うわ、かわいい、ガードポイント、なんかハンサム、なんかあれ、こんな感じだったっけ、サンジって。変顔のサンジばっか頭にあるんだけど、なんかすごいサンジね。うぼ、シャロットクラッカーのいいカード、うわ、アロン、かわいい、ビッグマムのやつ、かわいい、バーリア、うざいよね、うん、おー、切ってる切ってる、ベージュからのブリュレからのワイパー、そしてモモちゃん、最後が、あ、最後じゃない、最後じゃないけど、スムージーと、なんかカイドウもいいカード、そう、強そうなカードですね。でも全然もうちょっとカイドウなんて、正直もうカイドウなんて、こちらですよね、こらやばい、すいません本当に、すいません。まあ皆さんが皆さんでいう生写真で推しを引いた時かな、どうですか、こんな感じ、みんなみんなこんな感じなん、全員喜んでほしいけども、まあ推しみんな嬉しいよ、もちろん私もそう、みんな嬉しい、推しが出たら格別に嬉しいっていう状況、そういう状況です。はい、じゃあ残り50ということで引いていきたいと思います。ね、楽しいな。よいしょ。やば。やばいな。あとちょっとしかないんですけども、さささささっと見ちゃうしかないですね。これは行きましょう。うわ、これドンカードなん、これはもうミンゴやん、ミンゴでしかないね、うん、ラリカルビーン、お、一時ヘルメッポさん、わ、ベッチ、あ、来た、ルフィ2枚目ありがとうございます、嬉しいです。二時ドン、うわー、え、これ白ひげ、白ひげのやつかな、親父、ベビーファイブ、やっぱ多いの、ベビーファイブ、ガードポイント、ロメ、おー、うわっ、違うルフィ来た、何これ、何この、なんか海にいる感すごい、初期ビジュじゃん、しかもこれは初期ビジュルフィでしたね、うお、うわー、月光モリア、なんか強そうな月光モリア、ももちゃん、うわ、ドンカード、何これ、え、何これ、え、何これ、え、これ何、わかんないわかんないんだけど、ごめん、シンドリーちゃん、マムシ、クイーンだったの今さっきの、あー、言われてみれば確かにクイーンか、
もう、あ、かわいい、わたあめ大好きチョッパーね、ハンコック。あ、ローもいる、嬉しい。スムージー、これかわいい、このドンカードかわいくない？あー、感じのピラフ美味しそうすぎるよね。あ、サンジ君が見えてる。サンジ君、うわ、マルコなんとかだよ、おい、きっと4G、なんか強っ、うわ強っ、これは、これはなんだ、え、あれにピーカにも見えたけど、ピーカではないね。あ、キットか、フランキーかとも思っちゃった。キットね、これ確かにいろんなの集めてるわな。クイーン、ロビン、うわ、ロビン・ハンコックだって、美人連番鶴さん、あ、シンドリーちゃん、ハンコック移動終了、てってでん、おしまい、終わりました。いや、ミンゴ強っ、ミンゴのこの一発目のこの、これやば、面白いね。タワーが来てるって言われてるので、タワーに行きます。光、ありがとう、ありがとうございます。さあ、で、カード終わった。なんか時間が迫ってたんで、バーって言っちゃったんですけども、終わりまして、今回の私の、はい、戦利品でございます。いやー、はい、ありがとうございます。たくさん楽しかったですね。こんだけ弾けて、こんだけ出てきてくれました。いっぱいいて嬉しいです。何枚やってもいいね。本当だね。何枚やってもいいね。これどうするのっていつも飾ってるだけなんですよね。そう、これね、カード整理しないといけないんですよね。この整理も大変ではあるんですが、しっかり保存していきたいと思います。全部で何枚あるって、もう多分何千枚ってありますね。はい、ちなみにね、ボックスでいただいてたりもするんですよね。これまで今日は行けなかったので、またそのうちやりましょう。はい、ルフィが一押しなんですかっていうのは、もうちょっと、もう、うんって言っちゃおっかなっていう思いますね、最近なんかも。はい、そうです。なので今日はいっぱい出てきてくれたので、めちゃくちゃ嬉しいでした。嬉しかったでした。はい、じゃあもうちょっとで今日も終わります。あっという間でしたね。うん。開封配信のリアクションが分かりやすすぎると、はい。そうですよね、すいません、すいません。楽しかったですよ、前半のお話も私は楽しかったです。でもずっと私が喋ってるだけなので、楽しんでもらえてたらよかったです。はい、ってことで、また配信を近々やりたいと思っています。1ヶ月は開かないと思います、今月やります、きっとやりますので、はい、いっぱいありがとうございました、聞いていただいて。はい、じゃあランキング読みます。壇上の皆さん、まだずっと見てくださった皆さんもありがとうございます。はい、13位、ハセアットマーク、今日もかわいい、ありがとう、ハーフアップだよ今日は。12位、ナッチアットマーク、ティフ最高でしたね、暑すぎて、暑いっていう記憶がもう8割11位、千尋アットマーク、公演&10年間ありがとうね、
そうなんです、そう全然触れてないね。10周年でした、昨日で劇場公演デビューして、どうも10周年でした、ありがとうございます。嬉しいです、私も10周年なんてすごいですね。まだまだ立ちたいと思っております。またランキング変わりましたね、これ12位、あやこアットマーク鳥貴族行くって鳥貴最高、あれ食べてね、山芋のやつ。10位、カイカイアットマーク可愛いなるちゃん今日も大好きだよありがとう。9位、立山元気アットマークミニオンありがとね。8位、ゆうとアットマークオンライン楽しみよろしくね。7位、笑顔になるなら山ぴょんアットマーク喉くれぐれも無理しないでね、ね本当に気をつけよう。6位、ほのかアットマーク会いたい、会おうよ待ってるよありがとね。5位、ゆうアットマーク劇場のなるちゃんに会いたくて震えてますこんな感じ劇場でも結構出るはずだよ、よろしくね。4位、 TK アットマーク、あ、アットマークじゃない、 TK トンカラアットマークタイコプンカー。3位、サイバイアットマーククホドンキホーテドフラミンソラやめてドンキホーテとクホドンのはあれだペントハウスだミンソラもね、よくつなげたね、よくできました。2位、かすみあとまく今日も11かわいい、やった一日おつなるありがとう。1位、ひかりあとまく秒でしたが拝めてよかったですおつなる様ありがとね、イベント嬉しい、ありがとうございます。本当にね、配信もあっという間でしたわ、1時間しかできなかったから、ちょっと始めたのが遅かったというか、これが限界だったんですけど、はい、え、もう終わりですか。時間、ずっと時間聞いてごめん、本当にごめんね、時間ばっか聞いて、あ、まあ、ありがとう、もう多分終わりなので今日も、あ、3分くらいある、まだよかったね、3分もあります今日終わって、明日はレッスンな感じなのでレッスンします、レッスンして、そうなの、ちょっとゆっくりできそうで、イエイ、あと3分半秒です、今日は火曜日でしたかね、おそら、あれ火曜、月曜ですっけ今日はね、分かんないんですけども、まあまだまだ頑張る、今日火曜だな、多分火曜です今日は、感覚的に明日が水曜日ということで、週の真ん中も頑張っていきましょうね。今日も楽しかった、うんね、予備感覚ないってから、そうなの、もう変なんですけどもね、頑張っていきましょう目線してます。そうでも、そうだね、オンラインもあるしな、そうだね、あれ今週もう一回公演出ますね、そうです、出て、はい、次お話し会、お話し会、お話し会、お話し会してしたら、私もそうだ、もうすぐマレーシア行っちゃうんだね、そっか、一瞬ですわ。今月も公演出ますかって、出るよ多分、週に1回は絶対出ると思いますよ多分うん、そう、握手会もお休みしちゃった、握手会お休みしちゃったんだっけ、オンラインお休みしちゃったんだっけ、オンラインお休みしちゃったよね、
最初の。そうだったね。それも、はい、多分振り返りになっちゃうんですけども、いつだろうね、まだ分かってないです、すみません。ねえ、そうなの、劇場ももう1ヶ月切っちゃったからね。本当に皆さん悔いなく応募していきましょう。残り1分間もなくですありがとうすごい握手会ですかってぐらいの報告。いっぱい寝ます、私は。はい、今からいっぱい寝るんで、バイバーイ。今日もありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイバイバーイ、ありがとうね。おやすみなさい。バイバーイ。